モーリス・デュ・ルフレ、モーリス・デュ・ルフレ、モーリス・デュ・ルファレー、年1 9 0二年一月十一日から1八十六年六月十六日は、フランスの作曲家、オルガン奏者、ルービエール出身でパリに没した。長寿ではあったが、前半生での多忙な演奏活動と、後半生での交通事故の後遺症により、作曲活動が制約され、出版作品は、最も有名な、 レクイエムを含めて全部で14曲しかない。少年時代にルーアンにあるルーアン大聖堂の聖歌隊員を務め、聖堂の付属学校でピアノとオルガン演奏を学ぶ。17歳でパリに行き、シャルル・トゥルノミールにオルガンを学ぶ。18歳でパリ音楽院に入学し、作曲をシャルル・マリー・ビドール・トッポ・オール・デュカスにオルガンをウジェーヌ・ジグーに指示した。 1922年と1928年の間に作曲家、ピアノ伴奏、歌声法、オルガン家で表彰される。1927年にノートルダム大聖堂でルイ・ビエルヌの助手となる。ビエルヌはデュルフレを公認演奏家に従ったが、大聖堂の当局者はビエルヌを心よく思っておらず別人を任命した。しかし、 ビエルヌが1750回目の演奏の最中に息を引き取った際、ビエルヌのそばで演奏台にいたのはデュルフレであった。1929年にオルガン演奏と即興演奏に対してパリオルガンの友賞を授与され、サンテティエン・ルイコール・デュイコールモン教会のオルガニストの地位を得た。また、フルートとビオラ、ピアノのための前奏曲、レチタティーボと変奏曲プレイルド、 レスティティフ・エベリシャンズ作品さんは、マルセル・モイーズや、ジャンドワイアンらによって初演され。1939年に、ロジェ・デゾルミエールの指揮により、パリでプーランクのオルガン競争局の初演が行われた際、オルガン独奏者を務める。それに先立ち、オルガンのレジストレーションについてプーランクに助言を与えたのもデュルフレであった。1942年に、 パリ音楽院でマルセル・デュプレイの作曲家の助手を務めた。1940年に戦死したジャン・アランを追悼して、アランの名による前奏曲とフューがプレイルドエフグエスールルノムディ、アランを作曲した。1947年に代表作となるレクイエム作品級を作曲、ポール・パレイの指揮により初演が行われた。ホーレの前例と類似点が見られるが、 グレゴリオ聖歌やルネサンス音楽の影響がより強固、ある。全曲の導入部分を含む多くの楽章、例えばサンクトゥスやアニュスデーなどで、グレゴリオ聖歌のレクイエムからのメロディの引用が見られ、それらの引用がデュリフレルーのコードに洗練されたフランス歌声や太平洋により彩られている。現在この作品には3つの版が存在している。オーケストラ伴奏版、小オーケストラ伴奏版、 オブリガートチェロ独創付きオルガン伴奏版。ミサ曲、組む指ロ・メスセクムジュビロも、同様に3つの版が存在する。1947年に、女性オルガニストのマリーイコールマドレーヌ・シュバリエが、サンテティエンヌイコールデュイコールモン教会におけるデュリュフレの女子となる。1953年に2人は結婚し、その後に、教会オルガニスト職を分かち合うようになった。 1975年にマリーイコール・マドレーヌ夫人と共に自動車事故に遭い、二人とも一命は取り留めたが演奏活動が続けられくなる。1977年に出版された混成合唱のための種の祈りが最後の公開された作品となった。1986年にパリ郊外ルーブシエンヌで他界した。デュルフレがオルガニストを務めたサンティティエンヌ流。 門教会の目の前にあたるパリ5区のパンテオン広場6番地にある住居の入り口にモーリス・デュルフレと妻のマリーイコール・マドレー・デュルフレの記念碑が掲げられている。レクイエムがとりわけ有名だからといってデュルフレが結出したオルガニストであったことを忘れてよいことにはならない。様々なオルガンのための音楽を初演しており、プーランクのオルガン競争曲の他に 恩師と言うべきビエルヌのオルガン公共曲第6番5935年に初演している。録音も数多く、自作やフォーレのレクイエムやプーランクのオルガン競争曲以外にも3イコール、サーンスの公共曲第3番派短長、マルカントワーヌ・シャルパンティエのクリスマスの夜中のミザ、オネゲルのダビデオやクリスマスカンタータを録音した。 バッハのオルガン曲も録音しており、いくつかの曲では、マリーイコールマドレーヌ夫人の演奏も聴くことができる。他に、トゥルノミールやビエルヌなどの作曲家のオルガン作品も録音した。すべてデュラン社より出版されている。未出版楽譜に関しては、デュリフレ協会が管理している。その他の参考文献、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。